ルラ脱毛カウンセリング番組 MC の家田紗也子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ堀さんとお話ししていきます。堀さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回のテーマなんですが、アスリート脱毛とはということなんですが、アスリートの方たち、アスリート界での脱毛事情についてお伺いしていきたいと思いますが、このアスリート脱毛という言葉は結構一般的になっているんですか？そうですね、私も最近耳にするんですけど、スポーツ選手、スポーツやられてる方だと、もう脱毛されるのが結構当たり前みたいになってる感じです。確かに、いろいろなスポーツありますけれども、こうユニフォームですとか、その競技をする時の格好って肌の露出が多いものが多いですもんね。ムダ毛があるとちょっと気になっちゃう方が多いですね。あ、なるほど。見た目で気にする方もいらっしゃいますし、あとはこう機能的なものとか、こう自分が競技をしてる上でしたいっていう方もやっぱりいらっしゃるんですか？そうですね、当店でもプロサッカー選手とかが、来店された時には、1分1秒大事な競技になってくるので、スピードとか、気にされてる方、水泳選手とかもそうだと思うんですけど、抵抗力をなくすためにムダ毛を処理する方が多いと聞きました。なるほど。私実は小学校1年生から高校2年生まで競泳をやってまして、で今競泳の水着っていうのはだいぶ覆われてる部分も多かったんですけど、私がこう、私の時代っていうのはですね、だいぶ攻めた水着いわゆる競泳水着ですね、はいはい、だったので、そのアンダーヘアってどうやって処理をしていいかわからない子どもの頃から、かなりこう水の中で水着がずれちゃったりですとか、結構思い出すと恥ずかしくなるような事故があったんですけど、お子さんとかでもこう競技をやられてる方、今ユニフォームとかかなり改善されてますけれども、はい、そう考えるとアスリートの方、プロのアスリートの方だけではなくて、これからアスリートを志すお子さんにもこうおすすめの部分っていうのも出てきますか？そうですね、お子さんにも今、脱毛を進めてやってもらう親の方、多いですね結構。ああ、なるほど。お子さんってどうやって処理していいかわからないですし、友達にもなかなか相談しにくいところですもんね。そうですね、剃るのもちょっと肌傷つけちゃうので。なるほど。多分親御さんもどうしたらいいのかなって多分悩んでるところだと思います、なるほど。今のお子さんのこう親御さんの世代ってだんだんこうエステですとかサロンさんでこう脱毛することに抵抗がなくなってる世代の方々ですもんね。こう話を聞いてるとそんな感じがします。じゃあそういう方が、もしかしたら子供にもできるのあるかなって相談に来られるお客さん多いですか？多いです、かなり、なかなかこうどのぐらいの年齢からできるのかなってはっきりしてなかったりわからない方多いでしょうね、きっとね。そうですね、なので一度もう相談していただいて、連れてってもいいですかっていう感じで来られる方が多いです。そうなんですね。じゃあ親子で一緒に脱毛っていうこともあります？あります。そんな美容院感覚ですね、それはもう本当にそうなんですね。ですからお子さんからちょっと言うの恥ずかしいかもしれないって、親御さんから 声をかけてあげるっていうのもいいかもしれないですね。そうですね、決してこうそういうサロンに行って脱毛することはおかしいことじゃないんだよというか、抵抗そんなに持つことないんだよってお話ししてあげるのもいいかもしれないですね。そうですね、多分すごく気にしてる子は多分一人で気にしちゃってるので。そうなんですよね。で、小さい頃ってこう毛の濃さとか周りと比較しがちだったりしますもんね。そうですね、だんだん差が出てくる年齢なので、そういうお子さんにお声掛けしてあげるのも親御さんにおすすめかもしれないですね。はい、はい、ちょっとそれちゃいましたけれども、このアスリート脱毛、その見た目、それからこうメンタルの部分でもこう脱毛を所望されるアスリートの方がいらっしゃるということですね。はい、あとはちょっと面白いところ聞いたのが、体毛がないことでの験担ぎをされるとか、
怪我ない、怪我ないと、怪我がないということですね。なるほど。まあアスリートの方にとってはこの脱毛というのは本当に一般的なものになりつつあるんですね。はい。アスリート脱毛はまあ一般的になってきているということですけれども、こう VIO の他に希望される部位っていうのはありますか？アスリートの方が。足全体オールと、あと腕オール、脇などが多いです。あ、なるほど。やっぱり皆さんそれぞれ気にされる場所ですとか、あとは競技によって違うかもしれないですけれども、皆さん少しでも体のこう気になる部分ですとか負担を減らして、競技の成績を上げていこうという方が多いんですね。はい、特にもう足はスポーツやられてる方がもう多分ほぼ全員やられてる方多い。それはもう男女問わず。そうですね。足で気になるのがこうすねとかって痛みが強そうなんですけど、どうですか？かなり強くて私はできないです。そうなんですね。堀さんでもできない場所があるんですね。できないです。そうなんですね。でも男性とかは結構こう短パンですとか、暑くなる季節ですと普通にこう私服でもね、はい、すねを出した格好される方多いと思いますけど、男性の方は結構耐えてますか？男性の方は耐えてますね。かなり痛そうです。でも男性の方がなんか痛そうなイメージもありますしね。わかりました、今回はですね、堀さんにアスリート脱毛とはと、アスリート界における脱毛事情についてお伺いしました。その他のお話もたくさん楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問や毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。